グッドモーニング。やっほー。今日はおでこだし。グッドモーニングです。はい、待って。フレームが変わってる。なんかお茶会。お茶会ですかこれは。なんかお茶ですね。こんばんは。いや、うわあ、すごいね、くねくねく、なんかたい焼きみたいなの飛んできた。和菓子か。へえ。あ、たい焼きか。すごーい。え、甘ーい。なにこれ、すごい。和菓子イベントね。あ、なんかそんなようなこと聞いた気がするわ。え、何に積もってんの？豆苗巻き？あ、違う、甘いに積もったの。今ね、母親がめっちゃ積もってて、何かなって、その甘いに積もってたみたい。ちなみにその豆苗っていうのが、あのさっきめっちゃ面白かったのがね。あ、次なんか甘い、あ、ハート付きだ。え、すごいすごい、ハート付きまであるんですね。すごい、なんかお母さんめっちゃ積もってる。え、そうそう、そのさ、豆苗の話をさせてほしいんですけど、なんか父親がね、の萌が豆苗の肉、ま、豚肉巻き好きになったみたいな、ハマったみたいな話をしてたら、多分それで父親も作ったらしいんだけど、今日めっちゃ面白いのが、豆苗をこうそのまま、なんていうの、こう根元を切り落としただけの、何、半分に切らずにこの長さのまま豚肉に巻いてて、て豚肉、まあこれくらいの幅でこう巻くじゃない、豚肉からこんだけずつね出てんの、長い。めっちゃ面白かった。すごいよね、なんで切ろうって思わなかったのって。そう、豆苗なんかね、再生しますよみたいな、なんだっけ、おうち栽培できますよみたいな、そういうやつだから、根っこごとついてるやつでね、根っこだけ切り落としたらもうこれくらいかな。え、これくらいだよね、もうちょっと短いっけ、こんなもん。こんなもん、もっと短い、これくらい、これくらいかな。で、肉がこの辺みたいな。甘い。これ面白いな。母親がつぼってる。そんな感じでね、めっちゃ面白かったです。萌ちゃんってまるまるさんに似てるって言われた。あ、嬉しい、わかんない、その〇〇さんによりますね。なんで母親は甘いにつぼってるのかがわかんないって感じで、父親はなんで豆苗を半分に切ろうって思わなかったのかが不思議って感じですね。すごい、これはさっきのはアジサイを模した何かなのか、すごいね、和菓子ね、いいですね。甘い、かわいいね。確かにラジオの告知しないと。そう、今日このあと21時からですね、 NGT48 のやさこいサリディオに出演させていただきます。3期生3年目突入スペシャルということで、第2弾なんですよね。あ、これアジサイゼリーなんだ。へえ、いいね。ラジオ聞くやん、ありがとう。ポストする準備は整えて、ありがとう。ハッシュタグエスタ NGT、 ハッシュタグ FM775 をつけてぜひつぶやいてみてください、ね、3期生3年目ですって、びっくり。確かに、あとハッシュタグ杉本萌、そうですね、ハッシュタグ杉本萌もつけてぜひ、他
他のメンバーがですね、今回は私とナチュとリリカと花江の4人で収録させていただきました。確かにビンズルでの出会いがもう懐かしいね。そうだよね、ビンズルはあったね、懐かしい。ビンズルからリリカとの歴史は始まっていますわかる、もえ、ね、自分の X に投稿した写真、みんな3期生のダサンポーズしてたのに自分だけピースしてたね面白い。確かにビンズルでね、見つけてくださった方もいっぱいいらっしゃるのでね、いやすごい嬉しいですね。確かにまだ3年か、もう3年か、感覚的にはもう3年目なんだっていうのもあるけど、なんか怒ってきた、なんていうの、今までの活動を振り返ると盛りだくさんだったからこそ、大充実だったからこそ、逆にまだ3年しか経っ、あ、3年じゃない、まだ2年しか経ってなかったんだっていうのもある。濃い2年間だったんだなって思いますね確かにリリカのスイスイが投稿してたリリカのあの表情が一体何なのかっていうねビンズルって、そう、ビンズルっていうのはね、長野県のね長野県で毎年夏に開催されるお祭りなんですよね、長野ビンズルっていう。それにちょうど2年前なのかの夏にね、私とリリカが出演参加させていただきましてね。え、その完全版は忘れた、どれくらいだろうね、30分とか40分かないや、わかんない。嬉しい、わいのオタ人生も濃くなりました。え、これからもっともっと濃くするので皆さん今後も末永くよろしくお願いします。ぜひぜひ。城山動物園の親善大使の時に作っていただいたやつありますよ。あら、懐かしくない？これすごく嬉しくて、かわいい、めっちゃかわいい、持ってるんです、かわいいねえ、この親善大使のこの何て言うんですか、就任式をねしていただいた時も、なんだっけか、そのポスターとかもあって、それをのお渡し会みたいな、プチお渡し会をさせていただいたのも記憶に残ってます。手渡しだ、ポスターとかを来てくださった方々にお渡ししてました。楽しかった、めっちゃ可愛いね。モルモット牛したいですめっちゃモルモット会いたいな。そう、最近洗濯物干さないんですよ、後ろ寂しいよね、分かってるんですけどねまだ干さないです。そう、まだまだ親善大使、そう、なんかまだ親善大使としてこうたくさんね活動できてないので、もっと活動できるように頑張りたいと思います。ほら、杉本モルモットじゃなくて杉本ね、いいですよ
シンシマウマ何シンシマウマってシンなんだね。そんな感じで、あ、なんか今スギモットで思い出したんですけど、もうすぐ消えちゃうかもしれないインスタのねストーリーにね、その昨日のショールームで言っていたお腹出し何でしたっけ、お腹出し何衣装って言うんだろう、あれはお腹出し衣装、嫌いなのかも衣装、じゃあ嫌いなのかもじゃないです、泣きべそ衣装を乗っけてみましたが、いかがでしょうか。あれやっぱ縦に割れてるんだ、なんかね友達からもね言ってもらったんですよ、腹筋割れてるな、でも割れてない、割れてるな、腹筋割れてるんじゃないみたいに言ってくれて、こうやってやっぱ割れてるのみたいな、あれは割れてるんですね。いいお腹してましたか。よかったです、嬉しい。ロックの衣装はノエ、そうなんです、ロックの今回の衣装もノエさんの衣装をお借りしまして、そう今昨日のメンバーの中だと私とユーハがパンツスタイルなんですよ、他のみんなはスカートで私たちはパンツだったんですよね。身長高い分お腹出る面積が広い、確かにそうかも、そうなんです、イメシナさんのアンコール衣装をねそのままお借りいたしまして、めっちゃねかっこいいよね、かっこかわいい、なんか最初すごいさパンツスタイルって分かんなくて、パッて見てめっちゃ短いって思ったらちゃんとパンツスタイルで安心したっていう。そう、なんかあれで逆にスカートだと長袖になっちゃうみたいで、やっぱり半袖がいいから、そうだから半袖っていうのを優先してパンツスタイルにしました。お、昨日の夜公演真ん中の立ち見ありがとうございます、来てくれてありがとう。そう、長袖暑い、なんかあの衣装自体すごく生地がねしっかりしてるやつだから、長袖だともうしかも曲も曲じゃん全部激しいっていう、もう汗だくにも程があるほど汗かいて、その中で長袖はもうね大変大変なのでちょっと半袖にしました。お、初めて日曜日の公演最高でした、イエーイ、ありがとうございます、嬉しい、最高って思っていただけてすごく嬉しいです、またぜひお越しください。そう、みんなも汗だく、そうなの、そう嫌いなのかも、もう半袖で衣替えしました。お、フォローしました、ありがとうございます。フォローはこっちなのかな、こっちなのかな、みんなの画面ではどっちなんだ、衣装は生地がタイト、そうそうそう、アンコール衣装結構ねピチッとした、なんだシルエットでね、右こっちここここなわけがないですね、こっちえ、萌えから見て左、こっち、あ、萌えから見て左か、こっち、ほ、この辺ね、いて、ポキって言ったもう、嘘、4公演中3公演立ち見、ウィーン、次は絶対に座りましょう。
ポキーならぬポッちゃんだね、もっちゃんじゃなくてえ、ポキで思い出したんだけどさ、もうポキ丼食べてみたいんだよねポキ丼ってなんかさ、え、なんだっけ、ハワイ、ハワイだっけか、どこの国のお料理でしたっけ。でも最高に楽しかったから丸、嬉しい、ありがとう。さ、ポキ丼ってあるよね、マグロとアボカドだったっけか、なんかさ、そう、海鮮マグロ乗ってたイメージはすごくあるの。なんかね、なんかの番組で見て、ハワイか、ね、確かね、長野芽衣さんだったかな、長野芽衣さんかどなたかの情熱大陸的な何かを見てた時にポキ丼っていうのがを知った気がする。そう、あるんだよね、サーモンとか、あ、そっかそっか、サーモンもあったか、ちょっとちゃんとは知らないんですけど、それすごい美味しそうだなと思って食べてみたいって思うんですよね。日本でいう海鮮丼的なやつなのかな、ちょっと違うか、アボカド入ってたら違うか。確かにカニ乗ってそうポキだけにね、ちょっとまた本物のポキ丼を食べてみたい。ズドン食べたいねー、食べたい、ズドン食べたいし、あのカツ丼も食べたい、村上だもんね。でも今は思えばサーモンとイクラの親子丼が食べたいえ、セブンでポキ丼売ってたんだ、へえ、それは知らなかった、食べてみたいですね。てかそもそもハワイに行きたいですねかつ厚すぎ元のやつ、そう、かつ こんなに分厚すぎ元のやつ、ね、いいよね。なんだっけ、私たちのユニット名はカツ丼カツ丼天丼親子丼だったっけ天丼カツ丼親子丼、面白かった、語呂だけは良かったの、めっちゃ面白かったですよね。おとといの公演の嫌いなのかもしれない、ユニットブロック明けのね MC でね、以心伝心ゲームを日野さんとかえりさんとやったんですけど、どんといえばっていうので、そう、牛丼カツ丼親子丼あ、天丼じゃないか、牛丼カツ丼、牛丼か、天丼じゃなかったか、牛丼カツ丼親子丼、めっちゃ面白いよね すごい、なんか今パッてできたのがさ、タイヤキング、タイヤキングって何、タイヤキングね、なんか4位になってる、何タイヤキングって何ですか、タイヤキング、あ、さっきのタイヤキみたいな、なんかこういうやつ、すごい、タイヤキング、焼肉キングに行きたいですね。確かにクイーンじゃなくてキングなんだね和菓子祭りのなんかさ、あのだるまクイーンはクイーンだけど、たい焼きはキングなんだね、いいですねでもたい焼きと、あ、これねなんかこれね、たい焼き本当に泳いでるよ。思ったのが、あいで、私ね、たい焼きはね、チョコのたい焼きが好きなんですよ。なんかあるんですよ、バレンタイン2月とか限定で出るチョコのたい焼きが、通常枠がキング、新人枠がプリンス、いいな、プリンス、あ、でもプリンスもさ、男の人か、プリンスとプリンセスが女の子だもんね、
どっちにしろ男の子なのか面白い。王子、確かに。キングは王様だし、プリンスは王子か。面白いね。ね、確かにもっちりたい焼き、いやわかる。コンビニのねスイーツにチョコたい焼きもあるよね。わかる、美味しいよね。待って50分、お50分。さあ今日はね21時からエッサコエサがあるので、ちょっと9時にかぶらないように切り上げたいと思います。そういえば、そう、今日もう30分だけでごめんね。クロワッサンたい焼き、なんか今っぽい。なんかさあるよね、クロッフルとかもあるよね。なんか最近クロワッサン調理しがちじゃない？萌は、いや萌ね、あんこじゃないんですよ。たい焼きは、たい焼きはカスタードなんですよ。そこはね渋くないの、不思議だよね。確かに20時半からに入ってた時点でね30分間ってことは確定でしてね、ごめんね。萌ありがとう、配信してもうこれからもちょっとずつなんですけど配信をしたいと思います。なんかまだ今もちょっとまた喉が痛くなってきて、なんで全然治んない。しかも今日でお薬飲み終わったんですよね。またもらいに行こうかな。なんか喉ってどうしたらさちゃんと治るんだろう。すごいすごいちゃんとさ長い期間さ休ませないといけないんだろうねって思います。オリーブオイルね、マヌカハニーね飲んでないんですよ。舐めてないんですよ。消えてほしいのが、あのマヌカハニーの喉飴を舐めすぎたのか何なのかわかんないんですけど、マヌカハニーの味を舐めた味を感じた瞬間になんかおえってなるようになっちゃってよくあるあれです、あの何か一つの特定のものを食べすぎたらなんか体が拒絶反応を起こす的なあれです。え、なんかこんな味だったっけみたいななっちゃって、それから食べれなくなっちゃって、それでマナカハニーののど飴舐めれなくなったんですよね私。面白くない？ちょっと極端だから私はルルを飲んでたんですけど、ルルも今なくなっちゃいまして、でそうこの前あのリリカにとってもね美味しいとはかけ離れた味のレンコン味ののど飴をいただいたんですけれども、そうなかなか箱買いね。そうなんか父親がその私がマヌカハニーののど飴をめっちゃ舐めるっていうことを知ってから、それこそ箱買いしてくれたの。でも箱買いしてくれてすぐにその現象が起こったから、その箱のまま残って結局全部父親に行きました。歌いもしない人にさ、のど飴大量に送っちゃった。どうしよう、ごめんね。パパさん、てんてんてんねん。とか言いながらね、豆苗切らなかったらなんでって知られるしね。すみませんね、本当に。オリーブオイル飲みますね。パパも人から言ってるかも、確かに。パパとね、前、ちょっと昔にね、カラオケ行きましたね。大根味、大根味とかもっと苦いよ。確かに何事もほどほどにね。あーねー、パパさん何歌うか、パパさんねドライフラワー歌ってます。意外と今時なの面白いね。ちょっと面白くない？ドライフラワーだよ。自分の父親ドライフラワーを歌っててちょっと面白かった。そこはさ、さすがに私が歌う時と思ってたんですけど、若いよね。そう若いんですよ。そうちょっとここで多分歌ったらダメなんですけど、
うん、めっちゃ面白いよね。なんかせめてこうどうだっただろう、どの世代なんだろう、バックナンバーとかそっちの方行ってほしかったんですけど、まさかのゆりさんでした。あ、やばい、56分じゃそろそろ壇上読みをしたいと思います。あ、グレイさんとかね、確かにね、いいですね、グレイさんの曲ね。サザン最高。じゃあ13位からいきます。ごめんね、急に終わる。13位ハクタカさん、ありがとうございます。12位ジェハンさん、ありがとうございます。11位松葉さんさん、ありがとうございます。10位マーサーさん、ありがとうございます。9位リュウさん、ありがとうございます。8位お茶とうまんさん、ありがとうございます。7位 D 山さんさんさん、ありがとうございます。6位 B たけしさん、ありがとうございます。5位セッテンガーさん、ありがとうございます。4位チェリーモエナナグッドモーニングさん、ありがとうございます。3位サット大塚さん、ありがとうございます。2位カンさん、ありがとうございます。そして1位は日焼けさんさんさんです。ありがとうございました。今日もたくさんのコメントとギフトとお星さん、本当にありがとうございます。いつもありがとうございます。それではこの後21時からエサコエサレディオですので、ぜひお聞きください。完全版もぜひ、きっと長いですがありがとう、こちらこそありがとうございます。お、58分、いい感じの時間ですねあと1分何か話したい気分ですね。何話しますなかなか終わらない人ですね。どうしようかしらね。どうしようかな。あ、いっちゃんこうちゃんにもね、よろしくお伝えいたしますね。生誕グッズ、あ、確かに、そう、生誕グッズ、お申し込みいただいた方々ありがとうございました。そう、今日の13時でね、締め切りだったんですけれど、またぜひいろんなところにね、来て会いに来ていただけたら嬉しいです。今回はシンプルかわいい嬉しい、みんなありがとう。ぜひ、あ、でもあの色ちょっと着るの恥ずかしい方もいらっしゃると思うので、ぜひタオルとか汗拭き代わりにバッグに入れてくるとかで、たまに見てみたいなあるよみたいな風にね、見せていただけたらぜひ全然平気、ありがとう、大好きだよ、もうありがとう。あのね、結構一般的には奇抜な色だと思うんですけれども、そしてね、だいぶ奇抜な絵柄かもしれませんがね、ここにねいるからあいつがいるのでぜひ愛していただけると嬉しいですということで、めっちゃいい時間、それではまたね、おやすみなさい、おやすみシマウマですよ、あれはイモムシじゃないよ